どの向きが正解なんだ。使えば、いいや。よいしょ。つかなった？なんかもう接触が悪くなってると思う。交換してもらうつもりでいるんだけど、まだ返信来たけど返してなくて、いろいろしてたらそれする時間がなくってやってないだけなんだよね。もう問い合わせはしてる。うん、まあ半袖着てたらちょっと寒いけどさ、長袖着てたらちょっと暑くない？部屋にいると24度、この辺 24.7 度。あ、ちょっと、いや本当にだんだん悪くなっていってるわ。今座った？触れないわ扇風機も止まっちゃう。来月公演、公演あるとは思うよ。 B 公演とか A とは分かんないけど、ないことはないと思う。あると思うけど、私が出るかは別として分かんないけど、出るとかは全然知らないけど、いつあるかも知らないけど、あると思う。次のビコンいつ出るとか知らない、わかんない。使わないとだ、全然入ってない、うん、取れない。 ここに下に入ってるけど取れないんだよね。この下ついてないから、リップのこのなんていう塗るとこの先端が取れない。もう全然入ってないや。グラスがやった。
ないといけない、新しいの。しないとそれ大丈夫だよ。時間間に合う？ん？何の時間？はね、もう次に買いたいの決めてて、どれ買うかも決めてる。アイス、あ、セブンのやつ美味しそうだった。セブンのさ、モナカのあんバターアイス。ちょっと目にずっと何か入ってる。気のせいか。買うもの一つだけ教えて。買うもの一つだけ。買うもの？え、どこ？リップいつか買うぐらい。もうなくなるから。そんぐらいかな。日に日に接触が悪くなってる。扇風機だんだん悪くなってる。早くメール返さないといけないな、私が。いつのイベント予約って明日出る。明日かな。って書いてるっけ。多分明日じゃないかな。これか。ランキングの差し額ではいい。イベント終了翌日の正午ごろ、明日だね。明日の正午ごろに出ます。出るって書いてる。
の写真がないんだ。油断できないけど2キープ、2はキープできそう。まあね、確かに油断できないからね、最後終わるまで分かんないからどうなるか。油断できない。明日ね、明日出るから明日の12時頃。うん、そうちょっと終了間近は怖い。確かにね、どうなるか分かんないもんね。これは分かんないからな。キープできそうだとしても分かんないしな、最後の日って。ニーナには入りたいけど、30分ぐらいだよ。27分か。サイト近い、サイト近いかな、わかんない。自分の表示しか見てない、1位までのやつしか。3位に入れたら、いや2位内だよ、2位内、2位内が予選通過だから、3位だと予選通過できない。アンバターのトリコってやつです。なんかのアンバターのトリコ？あ、なんか見たわ、こないだセブン行った時に売ってた。美味しそうだったけど買わなかった。その時ね、あれが食べたかったんだよね、あのカヌレのアイス。カヌレのなくって、でももうないのかな、販売終了した。サイト500万差額、500万。まあでもどうなるか分かんないからな、最後気は抜けないよ、最後はね。なる大丈夫、でも分かんないよ分かんないからね、何が起きるか分からない。大丈夫でしょうとも言えないけど最後まで油断できない。分かんないです、確かになくなってた。もうやっぱ終わったのかな。食べたかったんだけど、早くない？なんかさ、そういうさ、コンビニのアイスってさ、結構売ってるの長いイメージなんだけど、ちょっと前に販売する、あの何、販売開始されてた気がする。喋ってみよう。食べたいんだけどな、あれ。
分かんないな、終了してるか。カヌレアイスバー、ないのかな。あ、でもツイッターで見てみたら食べてる人もいるな。最近買ったのか知らないけど、じゃあお店によるのかな。食べたいな、カヌレアイス。食べたい、これ美味しそう。食べたかったんだけど、わかんない。そう、なんか、そう、なんかもう売り切れてるところもあるみたいな感じの書き方だったから。どうだ。キムブレルフラペチーノ、それはね、飲みたい、飲もうと思ってる。毎日セブンか、いや、そこまでじゃないな別に。いや、いいや、それは。いや、そんな毎日コンビニ行かなくてもいいから。そんなコンビニ行かないんだよね、そもそも。そんなに行かない。今日から焼き芋、焼き芋ブルルフラペチ。今日から、うん、今日からだね。昨日まであれ、あの栗のやつだった。今日から行けそうだったら行くわ。でも飲みたいな、焼き芋。パンプキンスパイスラテだっけ、そのかぼちゃのラテも美味しそう。それも飲みたい。でも行けそうだな、スタバは期間中。いつまでか分かんないけど、前回のさ、栗はめっちゃ短かったからさ、モンブランラテしか飲めなかったけど、あ、でもモンブランラテで結構十分だったけど、満足してた。栗の方が飲みたい、フラペチーノ。寒いかな、寒いか。冬のさ、フラペチーノ美味しそうなの結構出るけどさ寒いよね、普通に飲んでる時。今日より明日さ、あ、明日の方が寒いんだ、知らなかった。今日までかと思ってた。でも嬉しいね、長袖着れる季節になってくのは。冬でも普通にアイス食べるね、冬でも。
冬でも食べる全然。冬の外では食べないけど、あんま。全然年中食べるよアイス。なんかお腹長袖。長袖着てる。長袖寒いかなと思って長袖にしたけど。なんだろう、半袖だと若干寒くて長袖だと若干なんか扇風機やってちょうどいいぐらい。なんか絶対室内の方が暑い気がする今。ね、25度。外の方が涼しそう。あんま変わんないかな。置いた。23度。あんま変わんないか。若干しか変わんない。いや、こたつ出さないからな。こたつ出さない。確かにこたつでアイス最高だね。前の熱で暑い。ああ、それもあるかな。チョコレート。熱くないか。半袖短パンだけど外は肌寒い。確かに半袖短パンは。寒そう、ちょっと。それ短パンは寒そうだね。PC 来たら、あ、確かに PC 暑いって言うもんね。熱で暑くないぞ今より。夏とかエアコンずっと入れてないとって感じじゃないですか。つけてる間 PC もさ、あの冷やすっていうかさ、あんま熱くしすぎたらあれだし。あ、あれね、冷やすやつ。どうつかない。いや、え、どうだろうね、わかんないや。使ったことないからどうだろう。配信してるとスマホ、あ、若干暑いね今。1時間以上するとちょっと暑くなってるかも。スマホだとどうしても仕方ない。27分ありがとう。13位からランキングいます。13位、リボンさんありがとうございます。12位、中身さんありがとうございます。11位、じ待って、むずい、なんて読むんだこれ。じ、え、じ、え、じ、じ、じじゃない、え、これどうやって読むのが正解ですか。 It's OK、 It's OK。 後マークの後しか読めないわ。ちょっと待って、ごめんね。後マーク、ジアリンさん、ジアリンさん、ジアリン後マーク、シンガポールミューディーチームエイトさん、ありがとうございます。合ってるかな、間違ってたら教えてください。13位変わった。
ありがとう。13位タルボさんありがとうございます。12位ポッポスターさんありがとうございます。11位くましろさんありがとうございます。10位ゆきひらさんありがとうございます。9位かずさんありがとうございます。8位ケネスさんありがとうございます。7位筋肉愛好家さんありがとうございます。6位中身さんありがとうございます。5位ムムさんありがとうございます。4位アラカトルさんありがとうございます。3位チャンヒデさんありがとうございます。2位ズーシミペンスーケさんありがとうございます。そして1位がコクヨさんありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう。次の配信は17時から。次の配信はこれ大人のねるねるねるね作る。これ普通に食べるの楽しみなんだけど見てこの味が美味しそう。本格ぶどう味、トッピングでスパークリング風、シュワシュワするのか楽しみ。これ次の配信これ作ります。17時からの配信で。じゃあまた1時間半後だね。1時間半後の配信で。じゃあまた後で。またね、ありがとうございました。次17時からの配信で。バイバイ。またね、ありがとう。